こんにちは、おそのです。今回は北欧デンマークの時計ブランドベアホイさんから素敵な時計を送っていただいたので、こちらの時計をご紹介していきたいと思います。ベアホイは2013年にデンマークコペンハーゲンでヤーヌス・オールップ氏が設立した北欧時計ブランドとなっています。木材とステンレスを融合し、シンプルながら独創的な腕時計を出されているブランドさんです。時計が入っている箱も竹製で、とても高級感があります。今回替えのストラップまで特別につけていただいていました。ベアホイさんからはいろいろなデザインの時計が販売されているんですが、さまざまな素敵なデザインの中から今回はザ・ローズというモデルの時計を送っていただきました。シンプルだけどとても洗練されたデザインになっています。文字盤にはローズゴールドステンレスと本物の木材の天然くるみ材が使われています。文字盤の部分に本物の木材が使われているデザインを私はあまり見たことがなかったので、すごく贅沢で素敵なデザインだなと思いました。天然木なので一つ一つ木目が違って、世界に一つだけの時計になるんじゃないかなと思います。ローズゴールドの針で優しく時間を知らせてくれます。ダークブラウンの本顔のストラップも色味が深くて大人っぽい印象になります。いろいろな服装に合わせやすそうで、とても気に入りました。ベルトの金具部分にはベアホイのブランドロゴが刻印されています。今装着されているのはダークブラウンの本革ストラップなんですが、他にもベアホイさんではおしゃれなストラップがいくつかラインナップされているので、追加で購入してシーンに合わせて交換して楽しむことができます。ちなみにストラップは根元の金具をスライドさせると簡単にワンタッチで外せるようになっています。こんな感じで簡単に外せました。今回替えのストラップも特別につけて送っていただけたので、早速付け替えてみたいと思います。ローズゴールドのステンレス製のメッシュストラップを送っていただきました。こちらは女性らしくて上品な印象となっています。こちらもワンタッチで簡単につけることができます。ストラップを変えると結構印象が変わりました。エレガントな雰囲気になって、こちらもとても素敵です。こういったタイプのストラップの時計は使ったことがなかったので、少しもたついてしまっています。少し緩めだったので、ストラップの長さを調節してみます。メッシュストラップタイプの方は付属のドライバーを使って調節するようです。ぴったりに調節できました。普段着ている服装にも合わせてみたんですが、色合いもすごく合っていて、これからのお出かけの必須アイテムとして活躍してくれそうです。今回期間限定の 15% 割引のクーポンコードをご用意していただけたので、気になった方は概要欄をご覧いただけたらと思います。後半は最近購入したプチプラ雑貨のご紹介です。まずはナチュラルキッチンでの購入品から。ガラス製の箸置きを購入しました。形がお花のドロップキャンディーのようになっていて、つるんとしていてとても可愛いです。価格は1つ110円だったと思います。お次はこちら、ラタンのコースターで、こちらも1枚110円で購入しました。すごく綺麗に編み込まれていて、しっかりとした作りになっています。この均等のカップにもよく合います。3つ目はこちら。3つ目は白熊の置物を購入しました。木製で作られていて、手触りが気持ちいいです。手を動かせたり、足もこんな感じで動かせるようになっています。結構足が長めです。この白クマは確か少しお高めで550円で購入しました。お次はサルでの購入品が1点あります。鍵を置いたりアクセサリー収納としても使える素敵なトレイを購入しました。アンティーク調に加工してあって、アクセサリーや小物も一気に映えそうです。早速指輪や先ほどのベアホイの時計を置いてみます。とても可愛いです。最後に3コインズで購入したものが1点です。小さめサイズのかわいいラタンのトレイです。こういう自然素材のトレイがずっと欲しかったので、300円ほどで購入できてすごく嬉しいです。さっきのコースターともとても相性がいいです。こちらのトレイはお茶やお菓子など載せたりもするんですけども、我が家ではコースターや鍋敷きの収納にも使っています。白くまくんはキッチンカウンターの上に、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。